おひたまえです今回はね、シンシャンクスが出た後の最強キャラランキングやっていこうかなと思います。まあ生配信でね、まあ結構アンケート協力してもらったり、まあそこら辺でね、まあ僕も10位、まあ10位というかまたあれですね、S マイナスとか、まあそこら辺でやっていこうかなと思うんですけど、まああとちなみにこのランキングで順位が低かったから弱い。このランキングに乗ってないから弱いってことはないんでね、もう乗った時点で、 もう最強ってこと考えて、乗った時点でもう環境に対して、まあ、ある程度めちゃめちゃ強いってことをね、見てください。あのー、順位が、ま、あ S マイナスだからって弱いとかじゃなくて、まあ、乗った 強いからまあ飲んなくても強いキャラをねたくさんいるんでねまあそこら辺あんまり勘違いしないようにということでやっていきたいと思いますはいということでねまず S マイナスですねまあ S マイナスまずカイドウということでいやカイドウねちょっと最近評価落ちがちだったんだけどまあ僕的にはねあの生配信であのまあ僕も落ちてたんですけど生配信でねなんか面白いこと聞いてあの今シャンクス環境になって超過がさらに強くなったと ああ、確かに、と思って。ま、確かにね、終盤シャンクス多くて、旗抜けない時とかも全然あるから、もしね、そう、だからカイドウの超過が、すごいこれからね、重要になっていくんじゃないかと、まあ、僕は予想してますと。で、あとね、普通にシャンクスの攻撃結構耐えられるんだよね。ま、あでも、なんで S マイナスかって言ったら、まあ、やっぱりそのステージによって無敵スキルが使えなかったり、防御力上げられなかったりするからね、ま、あ S マイナスかなって感じです。次はロジャーですね。まあ、ロジャーも めちゃめちゃ強いっす。まあ、シャンクスも全然倒せます。はい。な,な,なんなら評価は俺の中でまあ。 うん、なんか前より坂月が減って戦いやすいなとも思ったんだけど、まあでもシャンクスのね、体力減らしていくのマジ強いなんかシャンクスに対ンだったら全然勝てるんだけど、なんか体力、なんかさ、最大体力5000ぐらいまでになっちゃうんだよね。なんかあの子に攻撃されてるといつの間にか。まあ確かに火力とかカムサリとかチャージスキルで、まあゴリ押せたりするんだけどね。まあそこがね、ちょっとシャンクス、なかなかきついなと。まああと、吹っ飛ばしこれが無効だったらめちゃめちゃ強いんだけどね。まあ吹っ飛ばし無効で、 ではないんでちょっと吹っ飛ばしに対してやっぱり弱いっていうのがね致命的なのとまあでもターゲットにかかんなくてもこの2つともスキル当たりやすいんですよまあだからね全然ロジャー強いとはい僕は思っておりますということで次はウタということでまあウタねまあウタウタ状態が効かないのはねまあだいぶきつくはなってきたんだけどまあこのねやっつけちゃうしかないかも普通に火力高いしあと通常攻撃移動もめちゃめちゃ強いそしてシールドも強いんでねやっぱ全然いけますねはい 使ってみた感想まあ、スキル1も歌うた状態もね、普通にシャンクスとか赤炎とかもくら与えることもできるんでね。で、やっぱおでんとかもね、行きやすいっていうのもあって、いやー、歌めちゃめちゃ強くない。S マイナス最後は夢ルフィーかな。いや、夢ルフィーちょっと下げちゃったな、俺の中で。まあ、やっぱり今一番さ、環境にいるパーティーってさ、おでん、シャンクスなんだよね。両方ともきついんだよね。まあ、実を言うと。まあ、バウンドマンになって火力でシャンクスを押し切れることはあるんだけど、 まあでもね、やっぱ見やすいからね、見てから。まあだから、結構不利ではあると思う。で、あとおでんの突火とかもあるから、ちょっとね、今ね、環境的には難しいけど、まあ S マイナスには全然入れる実力かな。やっぱそれだけ火力がね、高すぎるんでね。いや、そこめちゃめちゃ強いと。はい、ということでね、次はね、マルコ、S ですね。S のマルコ。いや、マルコマジで強くないか。やっぱね、旗剥がさないのが、相当強い。いや、今の環境だったらさ、まあやっぱりヤマトと とか、まあおでんとか吹っ飛ばしが結構種類になってきたからそうなってくるとよ。マルコ終盤めちゃめちゃ強いっす。まあ、でも確かに序盤とかはそんなかもしれない。確かにでもね。終盤のマルコの恐ろしさ。マジで強いで,で右手めっちゃかっこいい。だから立体感すごいな。このこれだけ。 っていうぐらいマルコ強いでさ、はあ、やっぱ回復もあったりね。まあでも体力のね、減らされるのはまだ若干確かにきついね、シャンクスの。いやマルコマジでかっこいいし強いよ。はい、では次ね、シキですね。いや、四季めちゃめちゃ強い。ってかもう今日、今日はね、初っ端めちゃめちゃ強いって言うから、全部。うん。今日あの、そこはスルスルは次から言わないようにするね。まあね、マジで強いんですよ。まあやっぱりその、<laughs> もう言っちゃってるけど。まあ四通常攻撃に回避遅延に、まあロジャー海賊団に対して強い。で、この機動力。うん、普通 に強いです。もうそれだけです。次はゼファーですね。いやゼファーもねー。 すいません、<laughs> 言っちゃうわ、これダメだわ <laughs>。ま、ナガンもあるし、ま、普通シャンクスも結構守れたりするんだよね。ま、前より一試合生き残れる確率は減ったかもしんない。うん、だけども、ま、あやっぱりシャンクスからも意外と耐えられたり、ま、吹っ飛ばしとかもあったね。いやー、うん、ゼファーも安定してやっぱり強いと思います。はい、ということでね、次は S プラスですね。ま、あもうここら辺から常連ですよ。えー、まず赤犬、めちゃめちゃ強いし、まだシャンクスもね、ま、あその赤犬に対して強いんですけど、ま、言う で全然、赤犬も枯れるっていうかね。まあそ、その、坂付が、まあ、守ることに関しては、やっぱり、最強アタッカーだなって思います。はい。いや、そこはね、シャンクスに勝ててる部分なんじゃないか、と僕は思うんですよね。ま、あやっぱりこの、マグマだまりに、まあ、儲か、ま、いろいろその他もろもろ、回避短縮、無敵3回、無敵スキル、犬神グレン。めちゃめちゃ強いよね。いやー、だからね、普通に、うん、まあ、まあ逆に、 ここでしょう。うで、もう一人はね、ま、あヤマトですね。ま、あもうまだいるかもしれないですけど。ま、あヤマトね、俺若干株上がった気がするんだよね。シャンクスに対して、結構いけるっていうか。 ま、やっぱりね、その、旗離さないとかじゃなくて、その、アタッカーから受けるダメージ50%カットなんでね、体力70%以上の時。なんだかんだ結構やれるんだよね、通常攻撃とかも。うん、だから、ヤマトね、めちゃめちゃ、な、なんなら前の環境と変わらず、やはりそれより上かっていうぐらい強いと思います。はい。で、もう一人は、おで はい。S プラスおでんです。いや、おでんね、まあ、タゲがかかっちゃうからね、タゲスキルだから、まあ、ちょっとトツカがね、まあ、機能しないのと、気絶無効だし、気絶も回復するしね、シャンクスに対して。まあ、でも、旗取り最強でしょこの機動力に、まあ、通常攻撃移動、旗剥がさない、うん、火力、めちゃめちゃ強いよはいということで、ラスト、シャンクスです。 SS です。いやら、シャンクスめちゃめちゃ強いいや、マジでタゲかからないの強いしさ、火力もおかしいしさ、吹っ飛ばしもあるし、えーで、無敵スキルもある。 いや、もう強すぎるって気絶回復にジャスト回避で上等、なんか赤髪の覇気っていう状態上向こう強い、よろけ向こう。いや、しかも20%受けたら体力30%回復。なんか今のところ、本当に苦手キャラがもういないねうん、この環境キャラに対して。うん、なんかたまにいるかもしんないが、確かにキットとかに対して、まあ結構、まあイーブンだったりするかもしんないけど、その今の環境に対してのキャラだ、もう 強すぎる本当に強い !KO 簡単だしさ、で、赤髪の履き状態中にさ、瞬間移動スキルこのさ、スキル1。もう、え、端から端まで行けるんじゃないとってぐらいさ、飛ぶからさ、わけわかんないんだよね。シャンクス4体いたら、もうマップ、マップ見てるだけじゃダメ。多分もう。 もう全部見てないとダメ、マップっていうか、ものね、もう画面全部見てないと、多分ね、一瞬で狩られる。しかも、火力高すぎるしさ、で、体力減らされていくから、まあ今のところ俺の中で、結構、 うん。頭一つ抜けてシャンクスが僕の中では1位ですね。ということで、これまでのやつが、まあ、僕の今の環境の中でのランキングになるかな。まあ、あレイリーとか他にもキットとか、まあ、あのー、他にもね、強いキャラは、まあ、全然いるんでね。あのー、まあ、全然このキャラだから弱いとかいうのないんでね。まあ、全然ベンベックマンとかも強いし、まあ、他本当強いキャラね、強いんですよ。まあ、ウルティとかもそうだしね。まあ、ランキングに入ってないだけで、まあ、全然強いんでね。あの、皆さん、あの、このキャラ 弱いとかじゃなくいや、全キャラは全然、もうその過去キャラすぎなければね、活躍全然できるのよ全然言いすぎ。まあ、レイリーね、ちょっとどうなんだろうね。まあ、入っても S マイナスに入るか入らないかぐらいかなって、僕の中では正直思ってます。はい。いや、やっぱこんだけ、ちょっときつくなると思わなかったな。まあ、もう。 マルコみたいに裏で戦えるなら、まあ、全然ありだと思うけど、まあ、表で使うのは一気にきつくなった感はあるかなうん、そこら辺かなまあ、ということで今日は今。